おはようございます、しゅんやです。ということで本日の動画はサビの処理、これやっていきます。これジムニーの床板を剥がしたんで、ほらね、まあ、こんな感じで床板剥がしたんで、これの鉄板作り直していきます。まあ、サビでところどころこう鉄板なくなっちゃってるんで、まあ、こういうところとか、あと細かい部品とか、あ、いろいろサビ落としして、で鉄板作り直してやっていきたいと思います。もう今日の動画はね、過去一マニアックな動画だと思います。まあ一般の人にはね、面白くないかもしれないです。ただサビが好きな人とか、鉄板直していくのが好きな人にはね、ものすごく楽しい動画だと思いますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ちょっと時間軸は戻って、前回外したメンバーフロア、錆びてぼっこり穴が開いてましたよね。さすがにここまで錆びてると再使用できないので、床板を外す前に鉄板叩き出しで新しいパーツを作ってました。今回はそこの作業からスタートしていきます。床板外すと鉄板がぐちゃぐちゃっとなって形がわからなくなっちゃうんで、まだ形がわかるうちに型取って鉄板切り出して、あとはこれをひたすら叩いて形を作っていきます。そして1時間叩き続けて、なんとか形はできました。あとは溶接でつけていくときに、まあ、叩きながら微調整していくような感じですね。これは最後ボディ溶接やっていくときにつけてきます。そしたらあとはボディマウントを固定してたボルトの台座、これを作り直していきます。運転席側はもう錆びてなくなっちゃってたんで、助手席側を反転させて作り直していきます。じゃーん、これ叩いて曲げんの？お、できたできたできた。あとボルトつけるだけ。でもこれボルト穴開けちゃうとボディに合わせるときに、穴位置がねずれちゃったら困るんで、ボディに乗っけてフレームと合わせてからボルトつけてきます。ちょっと形いびつだけどいいんじゃないですか。よく一枚物でここまで叩いて作れたよね。はい、こんな感じでちょっとここね、こう湾曲していて、でこんな変な R の付き方がしてます。ちょっと無理やりで形ボコボコだけど、あとはボディに合わせて叩いて調整してつけてきます。よくこれできたよね、1枚でね。はい、ということでこっからがねリアルタイムになりますね。あの床板外し終わってからの作業になります。で、まあ、とりあえず錆落としで、ね、グラインダーで削っていきます。これ、砥石でね、とりあえずバリ落としします。バリ、こう鉄板ささくれみたいになっちゃってるんで、これをまず落として、あ、違うな、先にね鉄板叩いて歪んでるの直していきます。ごめんなさい、ハンマーで叩いて歪みとか、曲がってるとこ直してから、砥石でバリ落としそして最後にこれメッシュの砥石、これでね錆をきれいに落としていきます。
こいつ先にかけちゃうとね、このバリになってるところで、このこれがねボロボロ削られてすぐこいつダメになっちゃうんで、先に砥石でバリ落とししてからこれかけていきます。サビ好きの皆様、大変長らくお待たせいたしました。ようやくサビ落としの時間がやってまいりました。ここからひたすら鉄板のサビを落としていきます。とりあえず今回は、フロアパン、今や作業やってるでっかい床板、これを作業終わらせてしまおうかなと思ってます。それではゆっくりとサビの時間をお楽しみください。床板に貼られてたメルシートの跡、これを落としていきます。灯油で洗っていきます。綺麗になった、綺麗になった。よく落ちるね、醤油も。いいんじゃないでしょうか。このある程度落としたけど、まだ結構ほら、なんていうの、このくぼんでるところとかにサビ残ってるじゃないですか。こういうのは全部サビ落とし剤で落としてもらいます。つけ置き、サビ取り剤に丸1日つけ込むとこんな感じになります。表面がくすんだような、なんか膜張ったような感じになってるのはリン酸が効いてて酸化皮膜ができてます。次は欠損した部分を新しい鉄板から作り直していきます。とりあえず目印になるようにマスキングテープで幅測って作業をやっていきます。切り出した鉄板は溶接するために少しだけ隙間持たせて作ってあります。コンマ5ミリとか、あっても1ミリぐらいの隙間、
を作って溶接していきます。こうすると鉄板同士の隙間がなんかちょうどいい感じに埋まるんですよね。鉄板にも穴開かないし、溶接の肉盛りもなんかちょうどいいフラットな加減になってくれる。で、溶接するときは鉄板に熱が入らないように点付け溶接で、まあ、時々叩いて鉄板修正しながら、まあ、そんな感じで作業をやっていきます。あとドリルで穴開けてしまったところとかも溶接で埋めていきます。そのまま溶接するとちょっと鉄板薄くて難しいんで、ちっちゃい詰め物みたいなのを置いて、でこれを溶接で埋めてあげるみたいな、そんな感じです。そしてこっちはスポット溶接をするために逆に穴開けをしています。ここを溶接してボディにつけていくっていう形です。まあ、そんな感じで穴開けしたり穴埋めしたり、ちょっと忙しいんですけど、こんな感じで床板の修理が終わりました。溶接のビード跡はあまり削り込みをしていません。まあ、この後またボディにつけるとき溶接するし、鉄板の強度も持たせたいし、シーラーで埋めてしまえばわからなくなってしまうんで、あとアンダーコートも入れればわからなくなる。とりあえず今回の修理はここまでで終わりです。ところではなくバラすところを動画に撮るとかってなってもいいようにと思って今段取りはしてたんですね。ありがとうございます、はい、視聴者の方が K6A の前期型のエンジン譲ってくれるというんで、お隣県まで取りに行ってきました。やった、エンジン発見。視聴者の人が譲ってくれました。宮城の解体工場です。あ、前期だ。ですよね。前期だ。ああ、やった。前期だ。前期の証はこれしかないんですか？ん？いや、前期後期はここぐらいしか見分けがつかないんですか？そうですね。ヘッドここだけですね。ああ。まあ他にも細かいとこあるんですけど。いや、わざわざお越しいただきありがとうございます。じゃあとりあえず車積むのにバラして、はいはいはい、もう少しこっちに寄せますか。どんどんただ緩めちゃっていいですか？はい、とりあえずヘッド外して、はい、でオイルパンも外して、はい、ブロックと3分割ぐらいに、はい、そしたら多分車積めるはずなんで。了解です。Wi-Fi の関係は治ったんですか？ Wi-Fi 治らないです。未だに優先です。優先なんですか？はい、ここの…あ、来た来た来た、はい、忘れた、忘れました。あ、これで車に詰める。どうでしょう、状態的には？状態バッチリです。一度も蓋開けた形跡がないエンジンでした。液体ガスケットが新品当時のやつかな、塗り直したような感じがなかったので、多分新車から一度も蓋開けられてません。そしてカムホルダーの欠けもなし。あとバルブとかも欠けてたりとか、溶け落ちてたりとかもしてなかったんで、もうバッチリなバッチリなエンジンでした。あとシリンダーの錆もない。うちの車はここのウォーターライン錆びてましたからね。まあめちゃくちゃいいエンジンだと思います。ただちょっとネックなのが、この車不動になった原因がオーバーヒートらしいです。ちょっとそこ怖いっすね。
なんかラジエーターパンクしたぐらいでエンジン自体にはダメージ入ってなかったっぽいんですけど、ちょっと心配なんでこの後寸法を測ってから考えます。あと一緒に、ブレーキとか、他にももらえそうな部品いろいろもらってきました。いやあれは自分が直して、うん、でそれこそどういう風に直したらいいかなって思ってたら、あ、俊也さんがやってるっていう、あ、アーチ上げしてある。そうなんです、アーチ上げもシルカットも、はい、おーうわー来てますね。来てました。廃車にするって言われたから、じゃあ俺買うって言って持ってきたんですけど、車屋さんからこれ直すの大変だなって思いながら、これは来てますね、ないんですよ、もうないんですアーチ上げするしかないっていうそれはもうなくて、足して これは大変だ。これひどいですよね。これは大変だ。逆にこれ俊也さんのところに来たらもうどうします？買い替えればって言っちゃいます自分が乗るわけじゃなければ、はいはい、これを直すっていう手だったらどうします？直すっていう手だったら直します。直します、うん、直します。すごい、あの大変ですよね、あの型が取れないから。そうなんですよ、だからもう最悪あっちから全部生きてる鉄板一色かけようかなと思って。また昆虫ショップがないんですよ。あ、そうなんですよね。でか、あの虫買いに行くのに、はい、仙台に来るか新潟行くかなんで、あでいつも新潟行っちゃうんですよ、はい、でイベントも新潟でやったってやる。そう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 、めったにこっち来ないんですけど。あ、はいはいはい、そっか、今日はそうちょっと寄り道して、はいはい、あ、お会計だけ、あ、はい、了解です、はい、分かりました、すいません、はい、こちらです、はい、ありがとうございます、はい、じゃあすいません、いただきます。どうもありがとうございます。助かった。何時間かかるの？え、何時間かかるの？下道で4時間ですね。下道行ったの？下道でこそこそねえじゃん。はい、あとでーん、いっぱいもらっちゃった。ヘッドブロック、あとタービンとかもらっちゃいました。